はい、じゃあさっき発表された、まあ、タイトルで発表させていきます。久保です、よろしくお願いします。はい、一応名前はさっき言ったように久保達彦っていうんですが、インターネットではキュービックダイヤっていうハンドルネームで活動しています。今はメルカリっていう会社で、まあ、SRE チームでプリンシパルエンジニアとして働いております。はい、でまあ、メルカリについて、まあ軽くロゴで紹介されていきますと、一応フリマ、まあ日本で、まあ日本とかアメリカとか、あとロンドン、イギリスとかでその事業を展開しているフリマアプリです。で、今日のまあアジェンダなんですが、まあいわゆるスマートフォン、iOS とか Android みたいなスマートフォンにそのプッシュ通知を送る方法だったりとか、まあ、そのため の, そのサーバーアプリケーションですね。で、それをまあ実際にメルカリみたいなそのスマートフォンアプリでどういうふうに使っているか、で、そのためにまあ Go でそのガールンというプッシュ通知サーバーを書いた話をします。で、まあ、その機能だったりとか、あとアーキテクチャの解説ですね、まあ、ちょっと技術的な話とかも、まあ、細かい部分とかも時間があるのでやろうかなと思います。よろしくお願いします。まず、まあ、これはなんか iPhone にそのプッシュ通知を送ってる、まあやつのそれスクリーンショットをちょっと抜き出したやつなんですけども、これ夜の8時ぐらいになんかこう、絵文字付きでこんな感じで送られてくる、まあ、メルカリのプッシュ通知ですね。これ一応なんか8時ぐらい、7時か8時ぐらいになんか全ユーザーに送ったりする時があって、そこに送ってるまあ通知内容になります。なんか絵文字をつけるとコンバージョン率が上がるらしいです。はい。で、で実際にその iOS とか Android の そのスマートフォンのデバイスにどうやってプッシュ通知を送るかっていう話なんですけども、基本的にそのスマートフォンのデバイスに対して直接通知が送られるわけではありません。まあその通知のペイロードというのは基本的にそのプッシュ通知のためのサービスの方を通ってその各、まあ ユーザーのデバイスに通知されますと。まあ、Apple、その iPhone だと APNS だったりとか、で、Android だと GCM もしくは FCM ですね。で、まあ、サードパーティーのその通知サービスみたいなのがあって、Amazon SNS だったりとか、まあ、結構プッシュ通知のいわゆるパースみたいなやつってたくさんあるんで、この場ではちょっと述べないんですが、一応このトークのスライドでは、APNS と GCM あるいは FCM についてのみ、まあ、話するというふうにしたいと思います。で、まあ、iOS とか Android にプッシュ通知を送る際にその使う、まあ、APNS とか GCM、FCM とかなんですけども、基本的にまあ両者とも HTTPS を使って、まあ、通信をしますと。で、そこで各そのサービスが用意している API のエンドポイントに対してその HTTPS で通信してペイロードを送ると。で、ただ、プロトコルとかは結構そのサービスとかによって違っていて、APNS とかだとそのまずクライアント証明書が必要ですと、TLS の。で、あと秘密があるんですね。まあ、ただ今はなんか JSON Web トークンとかもサポートされてますと。で、GCM とか FCM だとサーバーキー、まあなんか ABI キーみたいなものですね。これを使って、それをペイロードにのヘッダーに、あーその、リクエストのなんかヘッダーになんかオーセンティケーションコロンキーイコールサーバーキーみたいな感じで入れて送りますと。で、ペイロードは基本的になんか2つとも JSON が使えるというような形になっておりますと。まあ今風ですね。と言いましたが、実は APNS には、API の技術が2つあって、APNS バイナリープロバイダー API っていうのはちょっとレガシーな API と、であと APNS プロバイダー API っていうなんかバイナリーが取れた形の API がありますと。で、バイナリープロバイダー API はですね、これはなんか TLS の上でさらになんかこう APNS 独自のバイナリープロトコルを使って通信するというふうな形式になってます。で、APNS プロバイダー API は HTTP2 をベースにした、まあまあ、API で、まあ、こいつだとペイロードが JSON になるので、まあ、デバッグとか開発とかがすごく楽になります。まあ、どれくらい楽かというと、こんな感じですね。まあ、CUIL で、うん、こんな感じでテストができますと。まあ、ボディになんか APS、アラート、ヘロ、iOS みたいな感じで入れて、で、そのアプリに紐付けられたトピックのやつを APNS-topic に入れて、で、まあ、コンテンツタイプアプリケーション JSON で送りますと。で、証明書をなんか指定して、で、まあ、HTTPS はなくても送れるんですけど、そこからまあその APNS のプッシュ API のエンドポイントに対してこんな感じでデバイスドーポンを組んで入れると、まあ、Hello iOS みたいなプッシュ通知が届くっていう形ですね。はい、で今度は Android の方 GCM と FCM なんですが、まあ、ここにもなんか C2FDM だとか、
実は Android のプッシュ通知 の, そのサービスというか Google のやつって結構変遷があって、確か GCM の前にもいくつか、 GCM も確かだから C2FDM というかそんな名前のやつがあって、であと GCM と GCM2.0、3.0 みたいなのがあって、でその後 FCM というのが今その Firebase クラウドメッセージングですねというのがありますと。でこれ何どれ使ったらいいのかって話なんですけど、これ、一応その Google の開発サイトの方を見ると Firebase はまあなんかあの GCM の新しいバージョンですと。で基本的に新しい機能は FCM しかないので、新しいやつは基本 FCM を使いましょうという話ですね。まあ、だから GCM はもうオブソリュートですという、まあ、でも実際には GCM 使ってるアプリってたくさんあるんで、まだしばらくはサポートされるよっていうふうには書いてます。で基本はまあ APNS とそんなに変わんなくて、まあ、ちょっとそのパラメータの指定の仕方とかが違うんですけども、基本は JSON で、そのオーセーションヘッダーにそのサーバーキーを入れて、で、ボディにそのデバイスのトークンと、で、あと実際のペイロードですね、メッセージのボディを入れますと。まあ、それで FCM の API のエンドポイントに送ると、まあ、こんな感じで、うん、プッシュ通知が届くという感じですね。はい。で実際その APNS とか FCM と通信する際に、まあ結構そのアプリケーションを作るときに注意しなきゃいけないのが、まあ、基本的にその遠方にある API のエンドポイントとネットワーク通信をするので非常にレイテンシーがありますと。まあ、特に日本からだと多分アメリカとか、まあ、欧米の方にサーバーがあると思うんですけども、 APNS とかだと特に多分普通にそのハンドシェイクすると1秒以上かかるんですね。で GCM とか FC でも多分数百ミリぐらいかかって、でプッシュを送る際でもまあ数十ミリから数百ミリぐらいのレイテンシーがありますと。はい。であとコネクションのハンドリングなんですが、まあ、極力キーパーライブ、まあ、さっき言ったようにレイテンシーが非常に高いので、極力キーパーライブするようにすることが重要です。なんか頻繁にそのコネ、まあ、その接続とあと、まあ、接続 の, そのオープンとクローズをまあ繰り返してると、なんかこうこれはこうドスかなみたいな感じかなみたいな感じでエンドポイント側から接続を切られてしまうので、極力まあなんかコネクションはそのキーパーライブにした状態にするっていうのが重要ですと。あれなんか変だな、あすいませんなんか変ですね、あなんか、うん、すいませんちょっとスライドの通り方がおかしかった。で、実際にその僕が所属している会社 の, そのプッシュの配信インフラについて解説しますと、まあ、これオーバービューなんですけども、基本的に NGX とあと Go で書いた Garden というサーバーで構築されていて、なんかアプリケーションサーバーとかバッチとかから NGX のロールバランサーを取って、そこから複数の Garden のサーバーがその APNS とか FCM ですね、 GCM とか FCM のサーバーに表記するという形になっていますと。で基本的にそのプッシュの、配信インフラに対して、まあ、要件を定めていて、要件だったりはあるんですけども、まあ、基本的にプッシュの通知は非同期でアプリのイベントに対して行われますと。まあ、コメントだったりとか、あと商品の購入だったりとか、まあ、商品にそのいいねをつけるみたいなのがあるんですね。でまたあとその大量のその、そうですね、さっき言ったその8時ぐらいに送られているあの絵文字付きのプッシュ通知みたいなやつとかは、まあ、全ユーザーにその極力短期間で送らないといけないという要件があって、特に弊社でそのダウンロード数がなんか数千万あるんですけども、アプリのダウンロード数が数千万あるんですけども、それをなんかこう短時間で送るみたいな、全ユーザーに送るみたいな感じにするとこう結構工夫しないと数時間かかっちゃうんですね。まあ、なんか5時間とか6時間とかで、それは良くないので、できれば短時間で1、2時間、まあ、あんまし早く送りすぎても今度はそのサーバー側に負荷がかかってしまうので、まあ、1、2時間ぐらいで全ユーザーに送れるといいよねって感じで設計をしてますと。で、基本的にその全ユーザーのその、そうですね、端末のデバイストークンとかに送るとその、まあ、大体数、まあ、1000万とか2000万とか、まあ、それ以上あるかなぐらいの、まあプッシュトークンをまあに対してそのプッシュ通知を送るみたいなことをしてますと。まあ、この中にはいくつか無効なトークンもあったりするんでですけど、はい。で、まあ、まあそういう事情があるので、まあ、さっき言ったレイテンシーが非常に高いっていうのがあるので、あ
レイテンシーが非常に高かったりだとかコネクションを、まあ、うまくハンディングしなきゃいけないみたいな感じ の、 そのネットワークアプリケーション、まあ、特有 の、 その難しさがあるので、まあ、高い平行性とか、まあ、あとレイテンシーを小さくするっていうのが重要になりますと。で昔のメルカリ の、 そのプッシュの通知の配信インフラって、まあ、実はそんな風に全然なってなくて、私が入社したの大体3年ぐらい前なんですけども、そのアプリを、まあ、アプリ内で起きるイベントに対して、まあ、プッシュ通知を送るんですが、コメントとか商品の購入とかいいねとか、これ全部なんかこうモノシックに API になんかこう実装されてるんですね。元 PHP 側でそのなんかコメントが追加されたらそのコメント内容をデータベースに書き込んだ後 APNS とか GCM に送って、その後ユーザーにレスポンスを返すみたいな感じの、まあ、ちょっと、まあ、そんな感じの実装で、だからなんか私が最初入社した時の仕事がなんか特定の API がそのパフォーマンスが悪いからちょっと調べて問題を解決してくれって言われて、で調べたら、まあ、なんかそのコメントとかいいねとかの、API のレスポンスタイムがなんか数秒になってて、なんか変だなと思って見たら全部プッシュ通知を送ってたっていうオチだったんですけども、まあ、それでそれをまあなんか早くするっていうのが僕のメルカリでの最初の仕事でした。でああそうですね、でプッシュ通知をまあなんか大量にそのキャンペーンと か、 なんかイベントとかで送る際はなんかこう単体の PHP とか Ruby のスクリプトと、あと Amazon SNS を使ってやってましたと。当時多分その全送信件数が多分数百万単位だったと思うんですけど、それともなんか3、4時間とか5、6時間かかってたんで、まあ、もうちょっと早くできたと思うんですけど、まあ、遅かったですと。はい、でさっき言ったように、あ、これも、で、さっき言ったように、まあ、なんかまず API のレスポンスが非常に遅くなっていたということ、その API とか の、 そのイベント、API をトリガーにして起こるそのアプリ内のイベント、コメントとか通知、コメントとか購入だったりとか、いいね、だからそのタイミングでそのプッシュがなんか同期的に実行されていたと。で、まあ、さっき言ったように APNS とか GCM とかと通信するのは基本的にレイテンシーが非常に高くなりますと。で PHP って基本的に元 PHP とかいわゆる Apache とかでやってる、まあ、そのいわゆる PHP のアプリケーション、ウェブアプリケーションサーバーとかってそのコネクションをなんかパーシテンストにするっていうのが非常に難しいので、まあ、頻繁にコネクトクロスみたいな感じの実装になってるわけですね。で、まあ、さっき言ったようにバッチとかもなんかあんま効率が良くなくて、全ユーザーにプッシュを送るのに非常に時間がかかってましたとっていう問題がまあありましたと。まあ、なんかこれ3年前の画像をそのままやってきたんですけど、まあ、決してなんかドラクエのやりすぎでこう画像を作るしなんかなかったわけではなくて、はい、まあ、3年前は実際、こんな感じで API サーバーから直接そのコメントとかもしくはいいねがあった時に GCM とか APS にプッシュを送ってましたと。はい、で、まあ、まあ、先ほど言ったようにプッシュは全部同期的に実行されるわけですね。まあ、そのせいでなんかこう API のレスポンスがそれに引きずられて、なんか本来数十秒で終わるやつがまあ、数秒とかかかってましたと。で、先、はい、で、まあ、これはいかんということで、とりあえずまずプッシュを全部非同期にしようということで、まあ、ジョブキュー、まあ、メッセージキューとあとジョブワーカーの仕組みを導入しましたと。まずその急に延期、そのメッセージ、プッシュ通知に関するその情報を延期して、で延期した後にそこから裏側のバックグラウンドで動いているジョブワーカーがQからデキューして、そしたら GCM テイプスにプッシュを送るというような構成にしましたと。まあ、これではプッシュは全部非同期に走るようになって、まあ、なりましたと。でこれはまあ一応ジョブQとワーカーは、Q4M と PHP パラレルフォーっていうのを使ってます。はい、まあ、これでまあ API の そのレスポンスタイムがなんか、まあ、劇的に向上しました。なんか1秒かかってた、2、3秒かかってたのがなんか50ミリとかになると。でバッチとかも基本的にそのワーカーでその複数のサーバーに分散して、さらにマルチプロセスでプリフォークでなんかこうプッシュを送るようになったので、そのプッシュのスループットもなんか劇的に向上しましたと。でジョブキューは先ほど言ったように Q4M ですね、まあ、H2O とかの開発で有名な岡和夫さんが作ったその MySQL のストレージとして稼働するメッセージキューですと。 Q4M、あとジョブワーカーは PHP パラレルフォーク、プリフォークっていって、その、まあ、プリフォークデーモンを PHP で作るための、まあ、ライブラリがありますと。でこれ一応作者が弊社のエンジニアの方なんで、まあ、分かんないことがあったらなんかいろいろ教えてくれるといい関係です。はい、で、まあ、これでもまだ問題があって、まあ、
とはいえ PHP のプリフォークのあ PHP で作ったそのプリフォークのワーカーってそんなにすること出ないんですね、はい、そもそも。で、まあ、あと PHP は基本的にさっき言ったようにそのプッシュ通知をなんかうまく効率よくなんか実行するにはその高い並行性が必要なんですけども、 PHP は基本的に並行処理は苦手なのであんまり思ったほど速くならなかったというのがありましたと。で、はい、でさっき言った、プッシュの、まあ要件とかですが、まずレイテンシーを低くすることが必要ですと、はい、でプラスそのスループットを上げることが必要ですと。大量配信するときですね、なんか1000万とか2000万の単位でプッシュ通知を送らないといけないので、まあ、さっき言ったように、まあ、高い並行性と、まあ、低いレイテンシーが、まあ、レイテンシーを低くすることが重要になりますと。で、まあ、さっき紹介した、まあ、インフラはこんな感じのやつもう一回紹介するんですけども、基本的にその APS アップサーバーとかバッチから来るときは一旦 NGX のロードバランサーを通って、でそこからガールの時に、まあ、Go のサーバーを通って、さらにそこから HTTP2 で APS とか自身表記するという形になります。これによってその Go のその高い並行性、まあ、コンカレハイコンカレンシーを実現するための機能、まあ、ゴールチンだったりとかチャンネルとかを使って全部そこで、うん、性能とかを担保して、逆にクライアント側は実装を HTTP でなんか API で叩くようにして単純化するっていうことが、まあ、目的でしたと。まあ、で実際にこれは結構うまくいきましたという感じですね。例えば今だとその1000万とか2000万単位のプッシュとか、まあ大体1時間30分か1時間ぐらいで送れるんですけども、それに必要なまあガウンのサーバーはまあ 3,4 台ぐらいで 3,4 台ぐらいですかねぐらいでいけるようになっていますと、はい。まあ、さっき言ったように、まあ、NGX がその HTTP のロードバランサーになってて、でガウンはその APNS とか GCMFCM のその HTTP2 プロキシサーバーとして稼働するという構成になってますと。ガウンですね、はい。というわけでだいぶ前置きが長かったんですが、ようやくガウルンの話になりますと、はい、はい、ガウルンです。まあ、APNS とかあと GCM、FCM のため の, そのプッシュ通知サーバーで Go で書かれてますと。一応これオープンソースで公開してて、 GitHub のメルカリオーガナイゼーションに、一応ソースコードが全部ありますと。でガウルンは基本的にはその HTTP で、まあ、HTTP ベースの HTTP と JSON ベースの API サーバーというふうな形の実装になってます。でそこに、まあ、メッセージ Q だったりとか、あとジョブワーカーの仕組みがその、バンドルされているというような構成になってますと。であとモニタリング機能もついてます。まあ、なんかこう特定のエンドポイントにリクエストを投げるとガウルンとか Go の, そのスタッツが JSON で返ってくるというような仕組みがありますと。で、まあ、ガウルンでその実際に iPhone にプッシュ通知をまあ送る、まあ、ゲッティングスタート的なサンプルなんですけども、ガールも まず起動して、でそこからさっきのペイロードをなんかこんな感じで投げつけてやりますと。ノーティフィケーションっていうなんか、まあ、オブジェクトの中配列の中にデバイストークンとか、あとプラットフォーム、これ一応1が iOS なんですけども、 Android が2なんですね。これこんな感じで、まあ、CI でなんかリクエストを送ってやると、まあ、さっきみたいに iOS でなんか Hello iOS っていうプッシュ通知が届くようになりますと。でガウンのその API は一応今4つあって、基本的にまあプッシュを送るために使うのがそのポストスラプッシュっていうエンドポイントです。まあ、これはこのプッシュ通知を受け取ったらすぐにまずクライアントにはもうレスポンスを返しちゃうんですね。でその後その非同期で、まず延期してチャンネルの急に延期してその後裏側 の, そのワーカーがAPNS とか GCM とか FCM にそのプッシュ通知を送る。でゲットスタートアップとゲットスタート Go は、まあ、モニタリング用の API で、まあ、Go とかあとガウルンと、まあ、独自 の, そのスタッツとかを JSON で返してくれるっていうような仕組みになっています。スタートアップはまあなんか例えばそのガウルンの中にあるメッセージ Q の, そのチャンネルがどれの使用量がどれくらいだったりとか、あとプッシュの通知とエラーがいくつあるのか iOS と Android でですねっていうのをまあ JSON で返してくれます。でスタート Go はなんかこう例えばゴールチンが今いくつ起動しているのかだったりとか、あとです、ね、メモリーどれくらいアロケートしているのかとか、あと GC がどれくらいの頻度で起きているのかっていうのを、まあ、出すための情報を、返してくれます。
で最後のこうプットコンフィグプッシャーズっていうのは、ですね、一応そのプッシュのスループットをその動的に変えるための API なんですけども、まあ後でもう少し細かく解説しますと。まあ、つまりなんでガウルンは Go で書かれているのかって話をしたいんですけども、まあ、やっぱりその HTTP のサーバーとしてはまずパフォーマンスをある程度出す必要がありますと。で Go は、ネット HTTP パッケージっていう、まあ、標準パッケージで非常にまあなんか HTTP のユーティリティとして強力なものを提供してくれているので、まあ、これに乗っかる形にしてますと。で、まあ、やっぱ高い平行性ですね、はい、平行管理して書いてるんですけど、まあ、Go は基本的にその大量のゴルチンをなんか同時に扱う感じのことが簡単にできるようになっていて、大体そうですね、数百とか数千単位でそのゴルチンとかを立ち上げても全然パフォーマンスが落ちないみたいな感じになっていて、まあ、それですごい重宝してますと。で、まあ、一応こんな感じでですね、これなんかプロキシサーバーって書いてるんですけど、ただのこれ、あれですね、ヘローワールドのサーバーですね。はい、一応こんな感じで、メインになんかこうハンドルファンクってやって、で、特定のハンドラーをフックして、で、ポート8080番でリスンしてサーバーを立ち上げるっていうようなコードなんですけども、こいつに対してなんか AB で、クライアント数100で、ベンチマークをかけると、一応これ私のこれ、前の5年前に買った MacBook Pro でのベンチマークなんですけども、秒間5万6000リクエストパース、リクエストをさばけるというふうな感じです。まあだから、単純な HTTP サーバーとしてはなんか十分な性能が出せるということですね、これ。はい、で、ガウルンのまあ内部の話について。ガウルンは基本的に3つのコンポーネントを持つ HTTP サーバーです。まず、まあ、HTTP ってその API サーバーであるということ。で、さらに APNS とあと GCM、FCM に対してのプロキシサーバーとして稼働するという。だから、プロキシサーバーって基本的にサーバーであると同時にクライアントでもあるので、サーバー、HTTP サーバープラス HTTP クライアントっていうのが、まあ、プロキシサーバーという形ですね。で、さらに、そのメッセージキューと、あと、ジョブワーカーを内包していますと。はい、でこれは、まあ、ゴルチンとチャンネルを使って実現していますと。で、これは、まあ、なんか実際にガウルンがプッシュを、まあ、処理する際の、まあ、フローなんですけども、まず、ポストスラプッシュに対してリクエストを送りつけますと。でそうすると、スラプッシュのロケーションにフックされているハンドラー、まあ、プッシュハンドラーなんです、名前なんですけども、そいつが起動して、で送られたまあボディをまあ解析して、そこからデバイスのトークンとか、まあ、メッセージとかを、の情報をそのチャンネルにまあ格納しますと。はい、でそのチャンネルを、まあ、ずっとチャンネルのキューからひたすらその裏側でデキューしているワーカーが複数いて、まあ、こいつらがさらにそのプッシャーポールっていってそれぞれのワーカーはその実際にプッシュを送るゴルチンをまあ複数起動できるんですね。でそこからそのプッシャーポールの中のプッシャーのゴルチンが最終的に APNS と GCM の方にプッシュ通知を HTTP2 で送るというような感じ流れになります。でジョブワーカーと、さっき言ったように、ジョブキューと、あとジョブワーカーはチャンネルとゴルチンで実現してて、まあ、チャンネルは、使い方はいろいろあるんですけども、この場合はなんかイメモリのキューとして利用してますと。こんな感じで、キューノーティフィケーション、チャンリクエストガウルンノーティフィケーションってやります。でその上で、起動する際にチャンネルをなんか新しく初期化して、でさらに、渡された引数分のそのワーカーの数だけゴルチンとしてプッシュノーティケーションワーカーっていう関数を起動するというふうにしてます。で、さっき言ったようにその各ワーカーはそのプッシュアップルをそれぞれ持つようになってて、で、ワーカーもプッシュアも基本的に全部ゴルチンになってますと。で、ワーカーは、チャンネルからそのプッシュのジョブをデキューして、でそのデキューした情報をもとに、プッシュアにその情報を渡して、でさらにゴルチンを起動すると。で、プッシャーは、実際に APNS とか GCM、FCM に対してプッシュ通知を送りますと。で、ワーカーはどういうふうにそのプッシャーポールを管理しているかなんですけど、基本的にワーカーは、アクティブなそのプッシャーの数しか知りません。プッシャーを起動するタイミングで、その
プッシャーのその各ワーカーごとのその持ってる起動してる数とかをアトミックのパッケージを使ってインクリメントしたりディクリメントするみたいな感じのことをしていて、していますと。はい。まあ、そんな感じでこんなのが動いてる感じですね。まあまあ、おさらいすると、まあ、スラプッシュに対してリクエストのボディが送りつけられてきたら、それをもとにハンドラーを起動して、チャンネルに、まあ、延求して、で裏側のワーカーのゴルチンがチャンネルからデキューして、で Go プッシュってやって、まあ、プッシャープルのプッシャーを起動して、で最終的に APNS とか自身に AP2 でボディを送るというふうになりますと。で、そうですね、最初の方で言った、まあ、コネクションのハンドリング、実際に APNS と GCM とか ECM のコネクションのハンドリングを、まあ、ガウルンではどうしているかって話なんですけども、まあ、基本的にネット HTTP パッケージなんで HTTP クライアントをそのまま使っておりますと。で HTTP クライアントはですね、そのコネクションをまあなんか透過的に使い回すような感じのロジックになっているので、なんか実際にはコネクションのハンドリングとか、なんか細かくやってるわけではなく、ガウルン側ではやってるわけではなくて、そのままなんか HTTP クライアントを使ってますっていう形になっています。まあ、実は APNS のその昔のバイナリープロバイダー API だと、あの TLS の周りだったりとか、あと TCP のコネクション周りのそのやつとかを実際に開いてるかとか、あ、その使い回す仕組みとかを全部自分で実装してて、だいぶメンテが辛かった時期があったんですが、今はその全部 HTTP クライアントにお任せできるので、非常になんかコードがスッキリした形になっておりますと。で、一応その例えばコネクションのそのタイムアウトだったりとか、あとキープアライブのタイムアウトとかですね、あと実際にその APNS とか GCM にコネクションをいくつ貼るのかっていうことは、全部その HTTP クライアントが持ってるまあメンバーの HTTP.transport っていうまあストラクトがあって、こいつでまあある程度制御できるようになってます。 MaxIdleCons っていうのはその HTTP クライアントがそのいくつコネクションを持てるのか、キープライブ、その TCP コネクションを持てるのかっていうパラメーターで、でマックスアイドルコンズパーホストはそのホストごとの最大のコネクション数ですね。でアイドルコンタイムアウトがいわゆるそのキープライブをどんだけ続けるかっていうタイムアウトになりますと。でガールは、まあ、一応そのトムルで設定をかけるんですけども、それをその、まあ、上に上げたようなそのパラメータとかはそのトムル上でなんかパラメ数値として制御できるようになっていますと。でまあ、これはなんか非常に簡単なその実際に HTTP のクライアントをトランスポートをなんかカスタマイズして作るやつなんですけども、まあこんな感じでトランスポートになんかいくつか引数を渡して、で最終的にその HTTP のクライアントにそのトランスポートを渡すというような形の実装になります。あ、ちなみにこれはこのまま使わないでください、はい、実際にはトランスポートは他にもいくつかパラメーターがあるので、その辺のやつとかも見る必要があります。でさっき言ったように、でタイムアウトの話がありましたね。実はあの HTTP サーバーで、実際に実装しているといろんなタイムアウトを考える必要があって、特にプロキシサーバーだとあのサーバーとしてのタイムアウトと、あとクライアントとしてのタイムアウトを考えなきゃいけないんですが、タイムアウトってすごいたくさんあるんですね。その実際に、サーバーに来た時に、あ、クライアントとかでタイムアウト、まずあのサーバーにつなぐときの、そのコネクション貼るときのタイムアウトだったりとか、あとリクエストをそのサーバー側で読むときのタイムアウトだったりとか、あとクライアントにレスポンスを返すときのタイムアウトだったりとか、あとキープアライブタイムアウトですね。でプロキシーだとさらにクライアントのタイムアウトがあるので、そのアポストリームサーバーにコネクションを貼るときにタイムアウトを設定したりとか、あとリクエストを送るときのタイムアウトだったりとか、でアポストリームからのレスポンスを読むときのタイムアウトだったりとか、もっと言うとプロキシー、そのアポストリームサーバーに対するそのキーパーライブのタイムアウトだったりとか、いろいろあるわけです。あと TLS のハンドシェイクのタイムアウトとか、もう考えるとめんどくさいですね、これ、はい、はい。で、実際 Go とか そのネット HTTP パッケージだと、もしくはネットパッケージだと他にも、いくつか実際具体的にタイムアウトがあるんですが、ネットダイヤルタイムアウトだったりとか、あとトランスポートだとってさっき言った TLS ハンドシェイクタイムアウトだったりとか、あとアイドルコンタイムアウト、レスポンスヘッダー、そう、ヘッダーがあるんですよね。ヘッダーとは、で、あとエクスペクトコンティニュータイムアウト、これ何だったっけな、すみません、ちょっと忘れたんで、なんかネット HTTP パッケージのドキュメントを後で見てもらえると、僕も後で確認します。はい、であと HTTP クライアントはなんかタイムアウトっていう、なんかその、クライアント の, そのリクエストを送って、それを送り終わるまでのなんか完了までのタイムアウトはなんかそのまま指定できるようになってますと。で、サーバーとさっきにリードとか、リードヘッダーとか、あとライトだったりとか、あとアイドルタイムアウトみたいな感じで、
まあ、非常にたくさんのタイムアウトがあるわけですね。でこれについてなんかものすごいなんか丁寧に、まあ、英語なんですけど解説した、クラウドフレアのエントリーがあるので Go でなんかネット AC パッケージを使う方はぜひこのエントリーを読むことをお勧めいたします、はい、僕もこれを見て非常に勉強になりました。で、まあ、実際にガルンを動かしてそのどういうふうになんか稼働状況を見るのかって話の次をしたいんですけども、さっき言ったように、まあ、ガルンはなんか2つの APIがあってゲットスタートアップとゲットスタートゴーっていう実際にガルンの稼働状況を返す API があります、まあ、こんな感じで今 Q がどれくらい使われているのかだったりとかあとプッシャーがいくつ起動しているのかとか、プッシャーマックスというのがそのプッシャーの、 その各ワーカーが起動できるプッシャーの最大数あじゃなかった、プッシャー の、 その最大数 でプッシャーアカウントが実際に起動しているプッシャーの数ですね。でその後 iOS オブジェクトと Android オブジェクトにプッシュの成功失敗の数がこんな感じで記録されて返ってくるというような形になりますと。でゲットスタート号は、まあ、なんかゴルチの数だったりとかあとヒープのオブジェクトの数だったりとかあと GC が何回実行されるのかとかそういうのが全部返ってくるようになりますと。で、まあ、こんな感じで数値が取れればあとはモニタリングするのは簡単で、まあ、こんな感じでグラフ化してゴルチの数いくつ起動するのかをまあなんかグラフ化したりとかあとメモリーどれくらいアロケードしてるのかとかを見ることができます。で、まあ、さらにこんな感じでプッシュの成功率とか失敗率とかあプッシュの成功率とかが見れるわけですね。はい、まあ、大体 99% 超えてて、まあ、むしろ 90% 終わるようだとだいぶ危ないんですけど、まあ、基本超えることはないんですが一応シルシュルトはこんな感じでマカレルで 80%、50% ってやってます、はい。まあ、大体ですね、失敗するときって大体ゼロになってるみたいな感じですね。なんかこう証明書が切れましたとかそういう、はい、で、まあ、一応お題がまあハイパフォーマンスのことなんでガロンをどういうふうにパフォーマンスを上げる引き上げるかっていう話を最後に次しますと、まあ、ガブルのその挙動っていうのは基本的にトブルで全部制御できるようになってます、はい、でパラメータチューニングはその高いパフォーマンス化には基本的にパラメータのチューニングが必要です。というのもガブルはデフォルトのそのコンフィギュア設定はなんか結構保守的な設定になっててメモリを極力使わないだったりとかあんましリソース使わないみたいな感じの設定になってます、はい。で、まあ、こんな感じでトムルで設定をかけるんですが、なんかいくつかセクションがあって、コアセクション、アンドロイドセクション、iOS セクションってな感じで、まあ、今思うと、アンドロイドセクションと iOS セクションは、APNS セクションとか、もしくは GCM、FCM セクションですべきだったなと思うんですけど、まあ、ちょっと直すのも億劫なんで、ずっとアンドロイド、iOS になってます。で、まあ、サーバーキーだったりとか、あと、そもそもこのプッシュを受け付けるのかとか、そういう設定だったり、キープアライブの接続数だったりとかそういうのが全部整備できるようになってます。でパラメータチューニングする箇所でいうとまずコアセクションのワーカーズっていうのがあってこいつがそのプッシュ通知の、情報とかをそのメッセージキューからデキューするコルチンの数を決定するためのパラメータですと。でコアセクションのキューズがそのチャンネルベースのキューのそのサイズですね、はい、確かデフォルトだって4万か8千かそんな感じのやつなんでこれ結構少ないんですね大量に送るときとかなんかだと、はい、で基本的にその Q がいっぱいになってもそのポストスラップッシュの API はそれでも即座にそのレスポンスを返すようになっててなってます。というのもゴルチンがそのあそうですねそのチャンネルに延求する処理自体もゴルチンになっているのでそういう感じの挙動があります、まあ、だからチャンネルがいっぱいになっている状態でもうそのプッシュを送り続けるとどんどんゴルチンが増えていくって問題がありますと。でゴルチンの数が増えると、まあ、メモリもなんかこう増えるしであとゴル、単純に Go のサーバー自体がそのスローダウンするんで、まあ、あんま良くないですと、はい。でコアセクションのプッシュも1個プッシャーマックスっていうのがあってこいつはその各ワーカーごとに起動できるプッシャーのゴルチンの最大数になってますと。あそうですね。なのでなんかこうさっきあったあこれですね。プッシャーマックスっていうのが、まあ、コアプッシャーマックスってやつです。で Q マックスっていうのがさっき言ったコアキューズの実際の値になります。でこれだと、まあ、プッシャーマックスが、1152ってなってるんですが、プッシャーマックスの数は実際にはそのワーカーズ×プッシャーマックスの数になるのでこういう感じの表紙になります。
もうちょっと後で詳しく説明します。で、まあ、さっき言ったタイムアウトとかキーパラインの接続数のパラメーターがあるんですけど、それぞれ iOS と Android ごとにそのまずプッシュ通知を送る際のタイムアウトですね、送ってまあそれが完了するまでのタイムアウトがやつが iOS タイムアウトと Android タイムアウトっていうのがありますと。でもう一つ、次がそのまた、まあ、それぞれ iOS と Android ごとにあるんですけども、まあ、常時接続数ですね。 APNS とか GC に対しての実際に常時接続数のやつがキーパライブコンっていうパラメーターです。でその常時接続するキープ、コネクションのそのタイムアウト値がそのキーパライブタイムアウトっていうので設定できますと。で他にもなんかこう実際にプッシュ通知を送った時に、まあ、なんかサーバーエラーだったりとか、そう APNS とか GC のサーバーが重くなったタイミングでリトライする回数とかを設定できるパラメータもあって、これがまあそれぞれ iOS と Android で別々にリトライマックスっていうパラメータで制御できるようになってますと。で、まあ、実際にそのガードの性能を上げるにはどうしたらいいかっていう話なんですけども、まあ、プッシュ通知をまあ同時に送れる、まあ、数を増やそうと。でそれにはまあコアワーカーズとコアプッシャーマックスを上げる必要がありますと。で、基本的に、同時にそのプッシュ通知を送れる数っていうのはワーカーの数かけるプッシャーの数なので、コアワーカーズとプッシャーマックスのまあ掛け算でやるような形でまあ最大数とかを計算することができますと。で、まあ、さっき言ったように急が詰まるとサーバーとしてスローダウンしてメモリも増えていくので良くないので、まあできるだけ急のサイズを増やしましょうと。まあ、増やしすぎると今度はメモリが足りなくなったりするかもしれないんで、まあ、そこは注意してくださいと。であとキーパライブの常時接続するできるその接続数を増やすって感じですね。キーパライブコンスト、まあ、ただ、口をスパック言ってるんですが、あんま大きな数を指定すると、まあ、なんかどっかおかしくなります。まあ、例えばキーパライブの数を大きくしたりすると多分コネクション数が多すぎるみたいな感じでアップルとか Google のサーバーから蹴られるかもしれません。まあ、ちょっと実際に蹴られたことがないとわからないんですけども、だいたいキープライブコンツは大体数十から100ぐらい、100もいないか、まあ、数十ぐらい で、コアワーカーズは基本的にその、CPU のコア数と同じになるような感じにして、まあ、デフォルトそうなるような感じなんですけども、で、プッシャーマックスは大体2、30ぐらい、まあ、多いサーバーだと40ぐらいに設定してますと、まあ、それでさっき言ったなんか1152っていうのはその、実際にその一斉送信プッシュを一斉送信するときのプッシャーの数ですね。まあ、これで大体秒間、まあ 数千プッシュを送ることができて、まあ、それで十分な性能が出せるというような形になっておりますと。はい、でそれをまあなんか3、4台ぐらいのサーバーで送っています、メルカリの場合は。で、まあ、次のでもう一個、プッシャーをするですね、なんかもしあの起動したタイミングではなんかあんましパラメータのチューニングがされてなくてあんまスループット出ないなって時の最後の手段としてですね、この put config pushers っていう API があって、こいつを使うとなんとあの HTTP リクエストを送るとそのパラメータのマックスの値をそのままプッシャーマックスの値にすげ替えることができますと。まあ、ただこれ結構危険で、やっぱりこれでかい数字を当てるとですね、こう、なんていうんだろう、APNS とか GCM のからすごい大量のエラーが返ってくるみたいなことが起きてしまうんで、まあ、あんまし対応しないような形で、最後の手段みたいな形で用意してます。まあ、もしくはなんかこう、今送ってるプッシュがなんかこう、あまりにも大量に送りすぎて、アプリケーション側に負荷が変わってみたいな時に、ちょっとこう、プッシュを送るその流動、頻度を減らそうっていう時に使えるという形ですね。はい、これ再起動なしで送ることは、再起動なしでそのプッシュアマックスを変更することができるっていう API です。でもう一個、ガウルに対してそのプッシュの情報を延期する際にそのバルクで延期する機能というかバルクで延期することができて、今もポストスラプッシュの API は、複数 の, そのプッシュの通知を含んだペイロードを1個のリクエストの中で送ることができる。まあ、一応この実際の右の部分がその実際のペイロードの JSON なんですけども、ノーティケーションの配列の中にそれぞれ個別のプッシュ通知をなんか配列でなんか突っ込むことができますと。まあ、ただ一応これ数がコアセクションのノーティケーションマックスっていう値で制限されてて、まあ、デフォルトが100になっています。はい、
まあ、これやるとまあなんか実際に、例えばアプリクライアント側でその大量のプッシュ通知を遠距する際になんかこう 役に立つという感じですね。こう1000万件単位でなんか遠距する時でもなんかバッジとか1個のプロセスでなんかこう送るみたいな感じでも十分な速度が出るようになっていました。でもう1個が、まあ、これはガールに限った話ではないんですが、デバイスのトークンのスクリーニングですと、まあ、プッシュ のデバイスのトークンって結構時々というか頻繁にその無効化されるんですけども、無効化されたトークンに対してプッシュを送ってもまあ絶対送られないので、まあ、そういうトークンはデータベースから定期的に削除しましょうと。で、まあ、結果的にその削除したトークンが、そのトークンを削除してそのトークンが減る、送信対象のトークンが減るとそのプッシュの通知一斉に送るやつとかも早くなるので、まあ、重要ですと。で、実際にそのトークンがその無効化されているかどうかっていうのはその APNS とか GCM とか APNS の そのレスポンスから判断することができますと。で、ガールは、そのプッシュが成功したかもしくはリクエストを受けたりとかプッシュが失敗した場合とかに JSON でログを吐くようになってて、これ下が上がそのログセクション の その実際の設定のサンプルで、下がそのエラーログのエントリーのサンプルなんですが、ここです。エラーの内容がこんな感じで、デバイストークンにインアクティブなんとかみたいな感じだったりとか、あと GCM とか FCM だと他にもエラーのコードとかあるんですけど、ノットレジスタードみたいな感じで返ってきたりしますね。こういうトークンにプッシュを送っても、いくら送っても、まあプッシュ通知は来ないので、まあ、消してしまいますと。で、メルカリでのそのデバイスのトークンのスクリーンが、一応これデイリーでやってるんですが、こんな感じになってて、まあ、ガールが JSON でログを吐いて、で、吐かれたログを定期的に S3 にアップロードして、で、バッジが、アップロードされたところからダウンロードして、で、そのダウンロードされた JSON をパースして、で、そのトークンとかを全部、そのトークンとかを全部取得、その取り出して、で、そのトークンをもとにデータベースに対して、そのトークンを削除するっていうような、まあ、仕組みになっております。で、終わりですね。で、まあ、基本的にそのプッシュ通知アップのアプリケーションっていうのは、まあ、なんかこう、ネットワークのレイテンシーが非常に高いです。まあ、というのも、GCM とか FCM もしくは APNS とネットワーク通信するんですが、結構サーバーが遠くにあるし、そもそも レスポンスが返ってくるのに数百ミリ秒かかったりするので、1個の通知ごとに。数百万件とか数千万件単位でプッシュ通知を送ろうとすると、結構難しくなる。プログラム的に難しくなりますと、まあ、そこでまあなんか高い平行性が必要になりますと、まあ、そこで Go の出番というかですね、まあ、Go がそのプッシュ通知のアプリケーションサーバーにまあ結構適しているという理由が、まあ、さっき言ったあのパフォーマンスが高いあのネット ECG パッケージがありますと。でさらに Go はその大量のゴルチンをまあなんか同時にまあ数百とか数千単位でハンドリングできるので、まあ、高い平行性の高いプログラムを実現することができますという話でした。一応リファレンスが、ここだけ日本語なんですけど、まあ、昔なんかブログに書いて、弊社のまあエンジニアブログに書いた、記事がいくつかあるので、まあ、よかったら見てください。はい、以上です。ありがとうございました。重複して送られないように何かこう、作られている仕組みとかありますか？まず、ガールにどうやって送ってるかって話でしたっけ？それは基本的にその、
そのデバイスのトークンをまあ格納したデータベースのテーブルがあって、そこからバッジだったりとか、もしくは API のまずコメントとかいいねとかがあったタイミングでデータベースからそのデバイストークンを引いて、そのデバイストークンを含んだペイロードをガウンに送りつけるっていうだけですね。でガウンは基本的にそのクライアントに対してはレスポンスを一瞬で返すので、そこは基本的にほぼ遅延なしみたいな感じになるという話です、はい。でもう一つが何でしたっけ。はい、あちょっとその一つ目の続きなんですけど、はい、そのなんかキャンペーンとかやるときにこう全体のユーザーに同じ通知を配信するっていうときも、はい、同じような仕組みですか。全体に配信するときは、その配信ツールみたいなのが Web UI があって、そこで例えばいくつかそのフォームで全ユーザーに送るだったりとか、このセグメントのユーザーに送る、あそういうのあったか、確かそんな感じのその Web UI のアプリケーションが、 Web アプリケーションがあって、そこ経由で送っているような形になります。はい、2つ目が、同じユーザーに重複して同じ通知が届いてしまうのを防ぐような仕組みとかはありますか。ですね、それ結構難しくて、例えば1人のユーザーでも、例えばスマートその iPhone と Android を持っている人には iPhone と iPad を持っているみたいな感じになる時があるので、基本的にその1個のデバイスに対して複数を送るみたいなことにはならないんですけど、複数一人のユーザーが複数 の、 そのデバイスを持ってるみたいなときはどうしても重複して送られてしまうというのはあります。はいはいはい、他に多くの立っている方、はい、最初の方で、FCM が HTTP2 の API かのあれで持ってるって言いますけど、これ自体は HTTP2 で投げてるわけではない。ガウルンから、あガウルンからは、ACP2 で投げてますね。というのも Go はそのままそのネット HTTP パッケージが ACP2 に対応しているの で、ね、特になんかこう自分でその辺を変えない限りは ACP2 になるという。でもし仮に例えば Go で HTTP2 が使えるようになった時に、例えばコネクションの数とかは多分変わってくると思うんですけども、はい、あそのためのパラメーターが一応さっき言ったの iOS キーパーライブコンとか Android. キーパーライブコンですね。はい、HTTP2 になったとしてもコネクション1本じゃなくて複数貼ってやるということを考えていらっしゃいますか。あいや、ですね、その辺はどうだったかな。基本的にその HTTP2 でもあの1個のコネクションでその同時に扱えるストリーム数って確か制限があるんですよ、はいはいはい、だからそういう意味ではコネクションはHTTP2 でも増やした方がいいと思いますね。ただなんか確か今の Go の HTTP2 の実装だとなんかその辺勝手に制限されたんだったかな、ちょっとその辺ちょっと忘れちゃったんですけど、はい、はい、はい、分かりました。他に他に基本的にその例えばガウルンが異常使用すると、まあ、メッセージはロストします。ただ基本的にそのアクセスログに全部情報が書いてて、アクセスログは JSON なんですけども、リクエストを受けたっていうプッシュを受けると最大で3つのエントリーを吐くんですね。1つがリクエストを受けたっていうログエントリーで、次がプッシュを、まあプッシュを急にその入れたっていうエントリーで、その後成功したっていうのを出すんですね。でリクエストをプッシュを受け付けたけど、そのサクセスつまり成功したっていうログがないみたいなのをスキャンするコマンドラインプログラムが別途あって、バイナリーが異常終了した時はそれを使うっていうふうにして、で一応そうですね、いわゆる何て言ったらいいかな、まあ、ジャーナルログみたいな感じの仕組みがありますと、まあ、ただ運用して2年ぐらい やってるんですけど1回も使ったことがないので、はいはい、っていうぐらいは一応安定はしてるって感じで、一応最後の手段としてそれは用意してるという形になります。はい、ありがとうございました。
他に何か質問があれば、じゃあ、どうぞ。こちらの方。社とワーカーが分かれているところは理由は何かというと、実際運用していて、ボトルネックなのは、CP なんかメモリなんか、どこら辺が何が違うのかを教えてほしいです。まず、ボトルネックは基本的にネットワークの通信ですね。はい、CPU とかは、あんま実際にはあんま結局ネットワークのレテンシーが高いので、使い切れてないという感じですね。一斉配信みたいなワークロードが高い状況でも。あともう一つが何でしたっけ、ワーカーと、プッシャーが若いというんですか、一応これは歴史的な経緯がまずあって、昔はそのワーカーしかなかったんですね。ワーカーがそのデキューして、でそこから各ワーカーがその同期的にプッシュを送るっていう仕組みになってました。理由としては、まずその APNS のバイナリープログラム API、 つまり古い方の API だと、1個のコネクションの中で複数のプッシュを送るっていうのが非常に難しくて、理由がそのAPNS に対してまず一つプッシュを送りますと、でその後200ミリとか300ミリにする、もしくは数十ミリにするとレスポンスが返ってきます。失敗したか成功したかっていう、でそれを見ずに同時に送るってことができないんですね、 APNS の古い API だと。理由がそのもし前に送ったプッシュが失敗してた場合、以降他のプッシュ、それ以降に送ったプッシュはなんか成功って返ってきても全部失敗しちゃうっていう感じになってたので、結局そのワーカーの数の分だけしか同時に送れないっていうふうになってました。でその後その APNS の新しいプロバイダー API が出て、そいつだとその制限が なくなってたの でワーカーからさらにプッシャーのボルチンを起動して、各ワーカーがそのプッシャーボルを持つっていう実装に変えたっていう経緯があります。なるほど、ありがとうございます。じゃあ他に質問ある方、じゃあこちらのマスクが出たら、あ、貴重なお話ありがとうございます。ワンツーワンのプッシュサービスも、キャンペーンとかでこのフェンズオブミリオンスに送るっていうのも同じ環境でやられているんでしょうか。またその場合その、キャンペーンの場合は一斉配信だと思うので、はい、スケーリングというか、深夜 その、判断というか、スケーリング判断とかっていうのはどのようにされているんでしょうか。スケーリングっていうのは、プッシュの送るその赤売りの部分ですとかですね、はい、基本的にそういう一切いじってなくて、結局その一斉に配信する一番ワークロードが高い部分でも 3,4 台ぐらいでできるので、特にしてないです、ね、じゃあそのワントゥーワンのプッシュもキャンペーンも含めて 3台程度で賄えている状態。あ、はい、で一応1日あたりなんか数千万単位でトークに対して起こってるんですけども、それでやってます。ただ、どうだな、なんか言ったっけ、一応その一斉配信用のガウルのプロセスと、そのアプリ内のイベントに対してキックされるなんかコメントだったりとか、いいねのプッシュ通知は別のプロセスになっています。なるほど、ありがとうございます。他に質問は、さっき のダウンすると急がロストする話とちょっとつながるんですけど、デプロイの時にロストしないようにってどういうデプロイをされてるんですか。ですね、一応 NGX からまず外す方法、その NGX ロードバランサー側で外す方法がまず一つと、であとガールがそのグレースフルリスタートに対応しているので、リスタートするタイミングでその Q を全部吐いてからリスタートするみたいなのができるようになってます。なるほど、ありがとうございます。他に質問ある方いますか。大丈夫ですか。もしあとで質問をしたら、ぜひスピーカーの、渋谷さんの方に直接お話をしに行ってください。それでは、渋谷さん